あちらは西宮北インターチェンジの近くにあるファミリーマートさんで、まあ、向こうの、信号を渡ってこちら来ていただいたこの辺にも竹の林とかあります。もうこれね、近づいて奥の方とか見てもらったら分かる通り、もう奥の方大体竹なんですよね。だから手前の方、あと倒木みたいなのもありますね。これですね、指さしましょうか、この辺り。だからこういうのがあるから、結構ね、燃料の元となるものはあるんですよね。だからそれを学生さんに置いてもらって、エネルギーの残存量問題とワンセット、そうすることによって車なんてものを乗り回さないで生きていこうと。まあ、この辺はね、結構平地だと思われますね。手前の方がね、ちょっとだいぶ草が生えてるので、この辺、まあ、草刈り取ってですね、まあ、もちろん電動のものなんか使っちゃダメですよ。ガソリン使うから。まあ、ガソリンのものでも同じですよ。まあ、バッテリータイプとかそんなのいらない。今度も体鍛えてる運動部の人間とかだったら、鎌とかでね、簡単にちぎれますから。のこぎりでも確かできたと思いますよ、簡単に。まあ、入りやすそうなところはこの辺りからかな。この辺りから順番に入っていけば、すぐ横に電柱があって。あんまりね、早くカットしてあげなかったら、この電柱もいつどうなるか分かんないですからね。一回その枯れてる竹とかを全部回収してしまえば、だいぶ見通しがつくんですよね。どの木から伐採していこうかと。まあ、間伐みたいな形、そのもし台風とか来て倒れた時、電柱に当たらないかどうか、それ計算に入れて木をカットしていくと。まあ、そういうことになりますね。で、まあ、この辺に駐車場があって、まあ、この間車が止まっていたこの辺も、まあ、刈り取り方が雑なんですよね。青竹だけを残しておけばいいんですよね。で、他を刈り取っていく、と。でも、もうこれぐらい、一応葉っぱついてますけども、もう下の方こうなってきたらもう終わりです。だからもう切ってもらったらいいです。で、元気の良さそうなのはこういう竹ですね。そういうのを残しておいて。どうせもういずれの問題ですよ。台風とか来たらこういう枯れてる竹なんかもう簡単に折れることぐらいわかるでしょ、なんとなく。で、青い竹もあんまり高さあるものはカットですね。そうしなかったらやっぱり道路に倒れてきています。それ実際見てます。で、あちらが西宮インターチェンジからの流通センターですね。まあ、橋の名称は西山橋。2023年7月です。一旦以上です。